皆さん、明けましておめでとうございます。作家でヨガ講師加古です。さあ今日ね、一年の始まり、新しい年を迎えました。東京はすごく風もなく青い空で、とっても気持ちいいね、スタートを切れました。で、私も朝早く起きまして、初日の出を見てまいりました。今日ね、皆さんにとってどんな一日だったでしょうか。そしてね、何でしょうね、一年の計は元旦にありと言います。今日ね、一年の始まりですから、ぜひ何かね、今年何をしようとか、そういうやりたいことをしっかり紙に書いて、目標やね、やるべき行動計画などを立てるといいかなと思いますね。あなたは今幸せでしょうか。どんな表情をしていますでしょうか。笑っているのでしょうか。それとも怒っているんですか。まあお正月ですからね、怒っている人、悲しんでいる人はまずいないと思いますが、顔の表情は正直です。心の応答の気持ちを隠そうとしても、人目の中にご自分の感情は現れてしまいます。日本には昔から、笑う門には福来たるということわざがあります。辛い時こそ笑顔でいきましょう。感情と表情を切り離すことを覚えましょう。心に痛みを感じるときは、新しい課題を与えられたと考えましょう。そうすれば、その心の痛みを喜びに変えて前に進むことができます。悩んだり苦しんだり壁にぶつかったりするのは、自分の夢に向かって前へと進んでいる証拠です。乗り越えられない悩みはありません。だから悩みも喜んで受け入れていきましょう、ね、何かに向かって努力していれば、必ず壁やつまずきや失敗はあります。だからそんなのくよくよする必要ないんです。失敗したら、なぜ失敗したのかなって、そのままね、失敗をほっといてはダメですよ。失敗したら、なぜ失敗したのかということをね、よく検討してみて、あ、じゃあここはこうすればよかったんだ、じゃあ今度はこうしようっていうふうにね、考えていけばいいんじゃないかなと思います。私も思いつくとすぐに行動する方なので、いろんな失敗もあります。でもね、失敗からの方が、実は成功より失敗からの方が学ぶことが多いかなっていうふうに思います。さあ今年も笑顔で素敵な年にしていきましょう。はい、加古ヨガスタジオは1月4日からスタートしていますよ。京王線沿線の方、よかったらいらしてください。4日水曜日は9時半から10時40分までのリラックスと、11時からの楽々ヨガ、12時10分まで、加古ヨガスタジオでは4日の水曜日は2本やっております。はい、そして1月9日新春太陽礼拝108回というのをやります。108回ね、太陽礼拝という、同じ動きを繰り返すことで動き瞑想になりまして、脳の疲れも取れますし、心も体もすっきりしていきます。というのは、この肩周りですとか股関節周り、そしてもも裏、ハムストリング、皮腹筋などのね、筋肉も少しずつほぐれて柔らかくなっていきますので、体が軽くなってきます。ですが、漏れなく普段動いてない人は筋肉痛になるかなと思いますけれども、もし1月9日ご都合いい方は、祝日、成人式の日でございます。ぜひぜひ参加していただければと思います。はい、それではね、1分間だけ一緒に瞑想してみましょう。それでは静かにまぶたを閉じていきます。
静かにまぶたを開けていきましょう。瞑想もね、毎日やると心静かに穏やかな気持ちになりますし、脳も疲れを取れます。それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師加古でした。良いお年にしましょうね。